最初にですね、ドリームイベントプロデューサー笹原圭一よりお話しさせていただきます。はい、皆さん、こんにちは。記者会見ご来場いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、平和ドリーム11、11回目ですね、ドリーム11、フェザー級グランプリ2009ファイナルラウンド、こちらの、フェザー級の、準決勝ですね、準決勝の組み合わせと、リザーブマッチを発表させていただきます。早速、カードを発表させていただきます。ですね、まず、1つ組み合わせを発表すると、自動的にもう1つの組み合わせ決まってしまうんですが、発表いたします。高谷博之選手対、所秀夫選手、もう1カード、ジョー・ウォーレン選手対、ビビアーノ・フェルナンデス選手、以上が、準決勝の組み合わせとなります。ですので、こちらの勝者同士が、この日ですね、フェザー級の、頂点をかけて戦っていただくということになります。で、もう1カード発表いたします。リザーブファイトです。 DJ 大輝選手対、宮田和幸選手、 DJ 大輝選手対、宮田選手、こちらが、リザーブファイトとなります。ちょっと簡単に説明をさせていただきます。大会の当日だとかですね、ウェブ等で、ファンの方からアンケートを取りました。その中で、一番多かった声が、高谷選手と所選手の、日本人対決を望む声が、多かったということです。で、そうなると当然自動的に、ウォーレン選手とビビアーノということになりまして、ズバッと、このカードというかこの組み合わせを決めたと、あまりこう、なんか仕掛けを考えているとかっていうよりも、ファンの方が望むカードを、ズバッと実現して、この組み合わせになったというふうに、ご理解いただ、ご認識いただければと思います。で、リザーブファイトの方なんですが、DJ 大輝選手は怪我で、本戦の方には出られなかったんですけれど、もう怪我の方もすっかり癒えているというふうに聞いてますので、ここは間違いなくというか、異論のない形で、リザーバーだと思います。で、対する、ところなんです、対する相手なんですけれど、いろんな選手、本戦に出ている選手の名前は挙がっていたんですが、宮田選手が体重を落として、ディープでいい試合されたりとかしてたので、今回宮田選手にチャンスを与えるという形で、DJ 選手と宮田選手の、フェザー級での、リザーブファイトが決まったということです。この階級の中では多分宮田選手はフィジカルに関して言うと、日本人では多分並ぶ人間がいなくて、外国人ですらおそらく及ばないんじゃないかというぐらいのフィジカルの強さを持ってますので、ライト級のハンセンではないですけれど、当然この何が起こるかわからないトーナメントでいうと、優勝のチャンスは、当然宮田選手にも DJ 選手にもあるんじゃないかなというふうに思ってます。以上が本日発表させていただくカードとなります。それ以外のカードに関しましては、また来週はワンマッチだとか、あとハルクの組み合わせだとかというのは、また来週発表させていただければと思います。本日の発表カードは以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、早速対戦が決まりました選手の皆さんに登場していただきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。選手の皆さん席にお着きください。それでは早速ですね、
選手の皆さんに試合に向けた、まあ、挨拶、コメントをいただきたいと思います。まず最初に宮田選手お願いします。久しぶりのドリームで、楽しみです。ただちょっと体重の方は、まあ、これから時間かけて落としていきたいと思います。頑張ります。以上です。ありがとうございます。それでは所選手いかがでしょうか。前回同様一度終わった身なので精一杯頑張って、頑張りたいと思います。ありがとうございます。対する高谷選手いかがでしょうか。10月は決勝大会なのでまず1回戦で日本人のトップを決めて日本人のトップとして世界のトップと戦ってベルトを取りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本日ですね、残念ながら会見には来られなかった DJ 大輝選手からコメントをもらっておりますので、こちらで読み上げさせていただきます。どうも撲殺執事です。今一人、千葉の奥地で山ごもりしているため会見には出られません。相手が宮田選手に決まったようですがトーナメントに出場していない選手が万が一優勝してしまったらトーナメントと出場決定戦に出場した全員から非難されるでしょうね。ですが皆さん安心してください。申し訳ないですがどんなことがあってもそんなことにならないようにぐちゃぐちゃに殴り倒してみせますのでどうか楽しみにしていてください。撲殺執事 DJ 大輝以上でございます。それではここで記者の皆様からのご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方は挙手の上媒体名お名前をお願いいたします。デイリースポーツの藤沢です。3選手に伺いたいんですけど、それぞれの対戦相手にどんな印象を持っているかということとあと宮田選手は今の、それにプラスして今の DJ 大輝選手のコメントを聞いてどういうふうに感じたかというのをお願いします。3選手へのご質問ということで最初に宮田選手いかがでしょうか。相手選手はあんまり試合所君との試合ぐらいしか見てないんですけど、まあ、今63キロっていう階級では、まあ、パワーも違うし能力も違うと思うんで、まあ、問題ないと思ってます。以上です。ありがとうございます。では所選手お願いします。やっぱりこの階級で一撃で人を倒すことってなかなか難しいと思うんですけどそれができる数少ない選手だと思っています。最近打撃をやるようになってその、まあ、レベルの高い高さが分かってきたなという感じです。ありがとうございます。高谷選手いかがでしょうか。すごいいい試合ができると思います。楽しみです。ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にご質問いかがでしょうか。真ん中の方。バウトレビューの井原です。所選手と高谷選手にお伺いしたいんですが反対ブロック側外国人同士の戦いになってますがあっち側が、どちらの選手が勝ち上がってくるかっていう予想と、まあ戦いたい方はどっちかっていうのと、まあ向こうのブロックは両方ともタイプが全く違うと思うんですがどういった対策を、決勝に関しては考えているかということについてお願いします。それでは所選手お願いいたします。とりあえずまず準決勝を勝つことなんであんまり考えてないんですけど、まあ、2人ともすごいレベルの高い強い選手なので、まあ、想像できないです。ありがとうございます。高谷選手いかがでしょうか。ビビアーノ選手の方が有利かなとは思いますけど戦いたいのはジョーウォレン選手でどっちも
組んでくる選手だと思うので、その辺の対策をしていきたいと思います。高谷選手、今その戦いたいのはウォーレンって話でしたけど、それは理由は何かありますか？なんかガンガン来る選手だからいい試合ができると思いますし、まあキッド選手を倒してるし、まあ面白い試合ができると思うからです。